はいこんにちは中学受験桜くチャンネルの滝ナオキです今日は復活これだけで中学受験できます中学受験算数基礎講座、えー、円の面積大きい形の面積のね、えー、早く正確に解くというテーマの2回目ですじゃあ早速やってみましょう さあ次の図形の面積を求めなさい。まず円ね。さあ円の面積とくればこれ半径です。半径かける半径かける3.14。さあ半径2センチの円だったら2かける2かける3.14です。4かける3.14ですから四四十六五十六四三十二。 十二点五六平方センチメートル。さあ、三番、二番。ね。半径九センチ、中心角が四十度の扇形の面積。さあ、扇形の面積とくれば。半径かける半径かける三点一四に。三百六十分の四十の割合をかけたもんです。さあ、ですから。 半径 9×9×3.14×360 分の90さあこの360分の90ならもう90でねあごめん40360分の40ね40でもう一発で割れるですから9分の1ですでこの場合 9×9×3.14×9 分の1この9とこの9を約分して1分の1にする相当残ったものは9だけになるね だから九かける三点一四、最終的にはこれでもう面積が出ます。四三十六三繰り上がってインク額で十二三九二十七で二十八二十八点二六二十八点二六平方センチメートル。さあじゃあ今度十センチ半径十センチで中心角が二百十六度の扇形の面積。 さ親方の面積とくれば半径かける半径かける3.14ですさあ10かける10かける3.14に今度は216360分の216の割合でかけたものさあこれ72で割れますから72で割ること5分の3ですね。さあじゃあそして10かけ10かけ5分の3のところを約分すると5と 10と2とと3で結局ね全部かけると 60×3.14 で答えが出ますさあ4624818840で焦定数点2つ188.4答え188.4平方センチメートルさあじゃあ4番 正方形ですねねこれね正方形に、えー、このボールのような形葉っぱのような形ですけれどもやり方2つさっとやりますさあ中に1本線を引くと、ね、半径1 0センチ中心角 90° 度の扇形から、ねえー、直角二等辺三角形1 0 1 0の直角二等辺三角形を引くと。 まずこの上のこの赤い葉っぱの半分が出ます。それをかけるにします。さあじゃあちょっとやってみます。この扇形出します。10掛ける10掛ける3.14掛ける4分の1。引くことのこの直角二等辺三角形。10掛ける10掛ける2分の1。イコールさあ100掛ける4分の1で。 4と10を約分して5と22と10をさらにもう一回これ約分して 552525×3.14 ひく1 0 × 1 0 ×二分の1これ50です。さあ 25×3.14 は4520715826 058778.5でいいんだね78.5から50を引いて28.5さあここが28.5なんですそれをかけるにするこっちもこっちも同じですからね28.5をかけるにすれば57ね 57平方センチメートルとということになりますさあそしてもう一つはねこの正方形の中に、ね、この葉っぱのようなものねここからの扇形とここからの中心とした扇形の重なった部分っていうのは正方形の面積×で出します,、ねえー、ですから正方形100ですから 100×0.57 は。 57やっぱ57になるでしょ、ね、まあ円周率が3.14の時にはこうやって出しても構いませんさあじゃあ5番直径1 3ンチの半円その中に5十三1 3チ、十1 2ンチの直角三角形がありこの直角三角形の1 2ンチを直径とした半円と5センチを中心とした、えー、半円がある。 で、ここの扇形、えー、じゃなくて三日月のようなね形の面積を求めなさいさあこれはね結論から言うとね、えー、この半円の中にね直角三角形があってねその直角三角形の一辺を直径、えー、とする半円直径とする半円,る半円でそしてこのこの辺を直径とする半円この三日月型のね面積っていうのはね えー、この面積と一緒になりますこの直角三角形の面積ですつまりここに直角がありますから 12×5÷2 ね 12×5÷2 の30結論からいくと30平方センチメートルになりますじゃあちょっとやってみますねあのねまず愚直にやってみますこれちょっと、ね、あの頭の中でね 深くく刻みみ込んでみると面白くなってきますよさあまず普通にね、えー、真面目に出してみますこんなねこんなのを出したってここ出したからってこことにここなるわけないだろうみたいなね気持ちになる人もいるかもしれません。さあまずねこの半円とこの直角三角形とこの,直この半円を足してからこのでかい白い半円を引くっていうやり方でねちょっとやってみます。 さあ、まず、この直角三角形、十二かける五割る二。十二かける五割る二。足す、これね。で、ここね。半径六ですから。六かけ六かけ三点一四。かけ二分の一。足す、ここね。ここね。二点五かける二点五かける三点一四。

6×6×3.1 をかける2分の1ねっ 6×6 だけやっとくと 36×3.14×2 分の 1+2.5×2.5 っていうのが確かね6.25だったような気がするんだけどやっぱり6.25だえー、6.25×、えー、ちょっとね 3.14×2 分の1引くね 6.5六6.5がね 42.2542.25×3.14×2、えー、42. 分の一。でここは30でしょイコール30足すここを分配法則でくくります 36×3.14×2 分のけ6 2 5 × 3 1 4 × 2分のか4 2 2 5 × 3 1 4 × 2分の1を 分配法則でね、まとめちゃうとね、こうなるんですよ。三十六たす。六点二五引く。四十二点二五かける三点一四かける二分の一。でね、ここ計算するとね。三十六たす六点二五、四十二点二五でしょ。で四十二点二五から四十二点五引くと。これゼロになっちゃうんですよ。 ゼロを掛ける三点一四掛ける二分の一はゼロでしょ。と残ったら三十になるんです。だからこの三日月二つはこの直角三角形なんですよ。だから答え三十四センチメートルなんです。六番も同じです。ね答えからいくと。 半円の中に直角三角形があってねここから半円ここから半円ここから半円でこの三日月型の2つの、えー、面積の合計はこの直角三角形の面積なんだとだから 8×6÷2 は2424 24平方センチメートルなんだとねじゃあ式書いてやってみます普通にやってみますよ この直角三角形 8×6×3.3.1 じゃないね,かける2ね。×2 分の1足すここね3 3。ね。この半円。4×4×3.14×2 分の1足す。ここね。半径3。3×3×3.14×2 分の1引く。この半径5センチの円。 5×5×3.14×2 分の1ねっそうすると8 6 4 1割る2でこれ24です、えー、足す 4×4×2 分の1 4 × 4 ×かけにしましょう 16×3.14×2 分の1足す 3×39×3.14×2 分の1引く 5×525×3.14×2 分の1は 24+ たすさここの部分16925を、えー、分配法則でつないでいくと1 6 9 2 5 × 3 1 4 × 2分の1と 16+9 が25ですから2 5 2 5で0になる。 0は何かけても0ですから最後この24だけが残る答えは24平方センチメートルになるねえー、これねちょっとすいませんねなんちゃらの三日月の法則って言うんですけど、えー、ちょっと名前を覚えることはちょっとできませんでしたけど有名なのでねどこの問題集にも載ってると思いますいいなと思ったらチャンネル登録お願いしますさあ次回もう一回ね えー、円の面積大型の面積で少しずつ難しくしていきましょう。じゃあ今日はここまでにしましょう。